ミシェル・マリー・ファイファーはアメリカ合衆国の女優。カリフォルニア州、サンタ・アナで4人兄弟の長女として生まれた。ドイツ、オランダ、スウェーデンの血を引く。父親のリチャード・ファイファーは空調関係の会社を営み、母親のドナは専業主婦。二人の妹も女優。両親は彼女が12歳の時に離婚。高校卒業後、 スーパーマーケットのレジ係として働きながらゴールデンウエストカレッジに通うミスオレンジカウンティーコンテストに出場して優勝した時スカウトの目に留まりロサンゼルスに移った1980年にザ・ハリウッドナイツにて映画デビューを果たす以後は出演ごとに徐々に人気を集めていった1988年公開の 危険な関係でアカデミー助演女優賞にノミネートされ、英国アカデミー賞助演女優賞を受賞。1989年公開の恋の行方、ファビュラス・ベーカー・ボーイズと1992年公開のラブフィールドでアカデミー主演女優賞にノミネートされた。また、前者の作品でゴールデングローブ賞主演女優賞を、後者の作品でベルリン国際映画祭女優賞を受賞。 1990年と1999年のピープル氏による世界で最も美しい人物に選ばれ表紙を飾った。2007年2000年以降は家族との時間を優先にしていたが2007年公開のヘアスプレーで女優業に復帰。1981年に俳優ビーター・ホートンと結婚したが1990年に離婚。 1993年3月に生後感もない女児を幼女として迎え、同年11月にプロデューサーのデビッド・イ、e、ー・ケリーと再婚。1994年8月に長男を出産した。20歳の頃、カルト教団にハマっていたことを告白した。その教団は太陽光さえあれば人間は食料や水なしでも生きていけると信じていたという。 厳格な菜色主義者として知られるが、これはカルト教団にいた頃に始めたもので、この習慣だけは現在も続けている。ありがとうございます。